フェルディナント・シェルナーは第二次大戦中のドイツ国防軍の軍人。最終階級は陸軍元帥。ヒトラーの最も冷酷な元帥と評されている。バイエルン王国のミュンヘン生まれ。アビトゥーア合格後一年志願兵を経て、ローザンヌ大学やグルノーブル大学で哲学や言語学を学ぶ。1914年に第一次世界大戦が勃発すると軍に志願して、 可視官、士官候補生となり、予備役将尉に任官する。フランス、チロル、セルビア、ルーマニア、北、イタリアを転戦し、1917年にバイエルン出身の陸軍将尉として、唯一のプールルメリット勲章受章者となった。この大戦で、シェルナーは3度重傷を負った。終戦前の1918年に、職業軍人への道を選び、中尉に昇進。 終戦直後は義勇軍に参加。1920年に軍に復帰する。戦艦機はイタリア語に官能なために参謀本部の外国軍科に勤務、またドレスデン不評学校の教官を務める。ナチスによる1923年のミュンケン一機の際は軍艦区司令官の副官として、これを鎮圧する川に回ったが、後にナチス親衛隊の準軍隊組織である、 新英隊と組む部隊をパレードだけのアスファルト兵士からドイツ陸軍と共に最前線で戦闘できる野戦軍に育成するのに大きな役割を担った。オットー・ベーラー大将と戦況を協議するシェルナー第二次世界大戦では、まずポーランド侵攻で第98山岳連隊を指揮し大きな成功を収める。新設の第6山岳師団師団長として、 フランス侵攻作戦に参加し、フランス降伏後の1940年8月に少々に昇進。バルカン戦線では同志団を指揮し、先見隊がアテネのアクロポリスにハーゲンクロイツキを掲げる功績を挙げて、騎士鉄十字章を受け、その後同志団を率いてバルバロッサ作戦に参加する。1942年にはフィンランドの 第19山岳兵軍団の軍団長に昇格。この後、1943年11月より翌年1月まで、第40総甲軍団の指揮を取る。1944年2月には新設された、ナチス独自の参謀本部部長に任命され、白洋付き士鉄十字章を受章したが、マルティン・ボルマンと対立して1月で辞任した。3月に、英軍集団司令官となる。 クリミア半島が占領されてもセバストポリ軍港は保持できるとしていたが、後にその考えを変え、ヒトラーに同地からの撤退を説得する。しかしこの決断は遅きに失し、クリミア半島守備のドイツ第17軍とルーマニア軍は大損害を受けた。1944年の晩春には、ルーマニアのドニエストル川流域南部でのいくつかの防衛戦で戦火を収めた。 1944年8月には上級大将に昇進し、7月には北方軍集団司令官となる。1945年1月には中央軍集団司令官となり、チェコスロバキアからオーデル川上流部分にかけての防衛を担当した。この職責において、シェルナーは迫り来るソ連軍を避けるため、ズデーテン地方やシレジア地方からのドイツ人、 住民160万人の西方への疎開を支援したが同時に兵士や国民突撃兵を自殺的な戦闘に送り込んだ。総統にラウバン訪問の報告をした。総統もシェルナーが我が軍の最も優れた司令官だという考えであるシェルナーは戦線を安定させることに成功した。統治の部隊の士気が回復したのも シェルナーの功績に返される。シェルナーがその目的のために用いた激しい方法について相当に報告した。彼は敵前逃亡兵に容赦がなかった。逃亡兵は木に吊るされ、その首には私は逃亡兵です。私はドイツの婦女子を守ることから逃げ出しました。そのため吊るされたのですと書かれた木札がかけられていた。 この方法に効果があるのは当然のことである。シェルナー指揮下の兵士たちは、前に進めば死ぬかもしれないのに対し、後ろに進めば必ず死ぬということをよく知っていた。ヨーゼフ・ゲッペルスの日記、1945年3月12日、シェルナーは、主に東部戦線で、作戦指揮しバルター・モーデル・ゲンスイラと共に、対戦後半の困難な防衛作戦の指揮官として、 ヒトラーの最もお気に入りの将軍の一人であった。1945年4月5日に陸軍元帥に昇進、同4月30日には自殺したヒトラーの遺言によって陸軍総司令官に任命された。ブレスラウでソ連軍との降伏協議に臨むドイツ軍将校1945年5月8日、ズレーテンにある司令部でアメリカ軍からドイツ降伏の通知を受けた。 翌9日、シェルナーは、私服に着替えて、民間人に変装し、配下の兵士を置き去りにして、シュトルヒ偵察機で、オーストリアに逃亡したが、チロルでアメリカ軍に逮捕され、ソ連軍に引き渡された。シェルナーは、戦犯として、逮捕、訴追され、労働刑50年を宣告されるが、あと22年に減刑され、最終的に1955年に、西ドイツへの帰国を許された。 当時西ドイツは再軍備を目前にしており、かつてナチスを信奉した旧ドイツ国防軍幹部に対する風当たりが強くなっていた。ドイツ連邦議会は1955年に法改正してシェルナーラナチスに近い旧軍人に対する恩給を停止したが、この法律はシェルナー法と呼ばれた。シェルナーは西ドイツでも逃亡兵を非合法に処刑した、また敗戦後に 敵前逃亡したとして、懲役刑を受け、1963年に、釈放された。当時の大統領、ハイン・リヒルプケによる恩赦により、恩給の一部が回復された。シェルナーが1945年に出した、書面による命令を保持せずに、前線から離脱した兵士はすべて裁判なしに即決で、処刑されるとの命令を出したこと、それにもかかわらず自らは、敵前逃亡したこと、 陸軍における熱烈なナチズム信奉者として知られていたことから現在でもその評価は分かれている。1973年にミュンヘンにて死去、ミッテンバルトの墓地に葬られた。ありがとうございます。